宮城県の北東部、北上川のほとりに広がる伊達一門の城下町、豊間。豊間伊達藩御用鋳物師21代目、江田鴨左衛門こと江田慶次さん、松笠風鈴の後継者である。松笠風鈴の技法は他人には一切公開されない代々一子相伝の秘術として約400年前から江田家に受け継がれている。同じ形、同じ音色は2つとない。あ、お願いします。お願いします。豊間には文化の伝統が息づく。能の稽古に励むのは豊間養魚夫会毎夜さんと孫の勝志君。城下町を背景にこの町の芸能は発達した。仙台伊達藩で広く演じられた大蔵流を豊間だけが今も受け継いでいる。豊間伊達市2万1000石の城下町として栄えた豊間町では、当時のままの形で残る町割り、白壁の土蔵、明治時代の洋風建築など、よその地域にはない歴史的建物の継承と保存に取り組んできた。それによってかつては観光客が全く訪れることのなかったこの町に多くの人々が訪れるようになった。現在教育資料館として一般に公開されている旧豊間高等尋常小学校は、明治21年に建てられた木造2階建ての洋風の校舎で、国の重要文化財に指定されている。豊間町小学校とか豊間町役場ですけど、警察とか高等学校は県の出先機関ですから、豊間高等学校とか豊間警察署、そんな風にして区分けしています。観光客を案内する女性は小竹さん。ボランティアで町のガイドを買って出てもう何年にもなる。明治の面影を残す旧水沢県庁記念館。せっかくね、皆様方のようにこの町に来ても武家屋敷に入るということができませんので、ここのところは町の方に寄贈していただいて、ここでは無料のおばんちゃとかあるんですけれど、そのほかに自分で300円出せばアイスコーヒーとかおいしいお菓子ついてお抹茶、そういったのもやってますから、自由にゆっくり。春蘭亭は内部を公開している唯一の武家屋敷として人気を集めている。歴史的景観の保存が町づくりに生き、活力を生み出している。古い町並みを守る運動は町の人々の間で盛り上がり、景観に合わせた改築や修復が相次いだ。郵便局や銀行は改築を機に土蔵作りに作り変えた。種屋さんは土蔵作りの店内を観光客に開放した。土蔵作りを新築したのは床屋さん。こっちに慣れてしまってからはお客さんは表のイメージと中のイメージがアンバランスだということで、まあ、で好評っていうか、表はいかにも蔵造りで蕎麦屋さんでしたけど、中に入っちゃうと、おお、なんだ、やっぱ床屋だったと、普通の床屋だということで安心してもらえるような感じですね。味噌や醤油の醸造に
今も現役で使われている土蔵がある。古い建物を維持していくのは楽ではない。にもかかわらず町の人々は建物を保存する。この蔵というものはこの町の大きな個性にもつながります。うちの江引きにとってもこれは強い個性になるんじゃないかと、先人の残したこういう貴重な遺産をなおその営業活動にもこれも大いにも活用もしていかなきゃないし、それが町の観光にも一つの大きなポイントになればこの世にないことだとこう考えております。300年以上前から毎年9月には豊間秋祭りがやってくる。町は出汁作りで盛り上がる。歌舞伎や民話の名場面を題材に各町内が競い合って出汁をこしらえる。これがお祭りだ。みんなで何かしようという。で小さい時からお囃子聞いたり太鼓叩いたり、こういうのがお祭りなんですよ。ずっと見てるお祭りだ、これは絶対の継続して休むことないように、これからもずっと続けていきたいと、みんなの協力をもらってね、続けたいと思ってます。宵祭りのクライマックスは滝技能。毎年多くの見物客が県の内外から訪れてくる。上げてこれに取り組んでおりますのでね、保存会の手紙が私たちが通りまして、次から次度必ず出ますよ。また大変だと思いますよ。それはね、その時によっても浮き沈みがあると思いますけれど、根が深いもんですから必ず大変だと思います。その深さゆえに誇りうる歴史、その高さゆえに誇りうる文化、古式ゆかしい豊間林に人々の活力がこだまする。豊間独自の町並みや文化を後世に残す、それが次の世代に向けた最大の贈り物であることを豊間の人々は固く信じている。